どうもこんにちは。やっと空が白み始めてきた朝6時、本日も作業スタートです。もう朝はだいぶ寒くなってきて、縁石がヒーター代わりになっています。で、前回の動画から空き時間を見つけて少しずつは進めてるんですが、まあ大して進んでない状況です。左フェンダーパテ1回持って、これを研いでもう1回って感じかな。そしてリアの方の FRP のフェンダーつけるビス穴は塞ぎました。右フェンダーもパテ持ってある状態で、後ろも穴溶接で塞いでます。で、こっち側のフェンダーももうほぼほぼできています。ちょっと時間がなくて中途半端なとこで止まってるんですが、フラットバー貼ってあと穴消すれば完成っていうところまで来ています。そんな感じで前回の動画の続きをバンバン進めていくっていう感じになるんですが、やることが多いのでどういう動画になるかわかりませんが、とにかくやるべきこと、やらないといけないことをバンバン進めていきます。ちなみに今日撮影している現在で、前のパイプフェンダーの動画まだ編集中なので、もう作業も編集も山盛りなんですけど、年末に向かって全力疾走で頑張っていきます。いやー、早いもんでもう12月ですよ。来年の春でやり始めて2年になるので、もうそろそろ走らせたいです。というわけで頑張っていきます。時間の流れは早いもので、2024年もあと1ヶ月です。先ほども言ったんですが、この車をやり始めてもうすぐ2年になります。よく2年間も1台の車をやり続けてるなって自分でも思うんですが、目の前のことを必死でやり続けていたらもうこんなに時間が経ってしまいました。そんなジムニーですが、やっとフロントフェンダーにもパテが入って塗装に移れそうな雰囲気が出てきました。この動画のエンディングでボディ乗せたのいつだったっけみたいなことを言ってて、で気になって調べてみたんですけど、約半年前にボディを乗せてて、でそこから顔面移植だったり、インタークーラー前置きでパイピング作ったり、バンパー作ったりとか、まあそういう作り物が多かったので、気づけばもうそこから半年経ってます。まだ動画外で進めないといけない細かい地味な作業がたくさん残ってるので、時間はかかるんですが、引き続きコツコツ頑張ります。でコツコツやってたら、一回もまだ走ってないホイールの分割払いももうそろそろ終わりそうです。そうこう言ってたら左右フェンダーのパテ研ぎ終わりました。まだ仕上げパテを1回か2回入れないといけないんですが、とりあえず反対側のフェンダー作りを進めます。反対側のフェンダー作りは前回の動画と全く同じなのでスキップします。で角度を合わせるために右側の完成したフェンダーもつけて、でこっち側も仮合わせして、遠目で見て左右の角度が合ってるかとか、バランスがどうかとかっていうのを細かくチェックします。今回の動画、音声トラブルがちょくちょく起こってて、ピンマイクつける位置が悪くて服が擦れる音が入ってたりとか、電池が切れて全く音声が取れてない部分とかもあるんですが、ご了承ください。はい、ようやく左右対称にできました。全く同じように作ったつもりだったんですけど、長さが足りなかったり、あと取り付け穴の加工とかでかなり時間食って、もう昼前ですね。ただこの調整だけはほんとバチッとやっとかないと、後でもう取り返しがつかないので、時間かけて丁寧にやりました。じゃあこれで穴開けて固定していきます。リア側は前後対称の作りで寸法で位置が出せるので、反対側測って写します。4箇所すべてのフェンダーがついたので、外に出して遠目で見ておかしくないか確認します。はい、外に出して最終チェックです。まあ左右の角度もいいし、側面から見た感じも OK ですね。真後ろから見た感じも左右の角度、まあまあちょっと気持ちずれてる気はしますけど、まあほぼほぼ気にならないレベルですね。
はい、右側のフェンダー完成してようやくこの動画のスタートラインに立てたっていうところなんですけど、もうお昼回ってしまってます。動画だと多分 4,5 分でこの辺まで来てると思うんですけど、パテやったり、あとあっち側微妙に合わなくて調整繰り返してたらすごい時間かかってしまいました。あとさっき外出した時についでにもう粉がすごかったんで全部掃除したりとかね、そういうのしてたらお昼回ってしまいました。で、次はボンネットの当たりゴムをつけていきます。こういうボンネットがガチャンってなった時に止めるゴムなんですけど、これが入ってないとまあカパカパするんで、これを取り付けていきます。で、一応ここにゴムが当たる部分が純正であるので、そこの位置に合わせてゴムをつけるんですが、当然取り付け部は存在しないのでまた作ります。というかもうほぼ作りました。こういう風に切り鍵入れて、ここにこの渦巻き状になってるので、これをこう入れていくっていう感じですね。で、これで、ボンネットの浮き、チリ合わせ、高さの調整ができます。これをぐるぐり回して、一番低いところまで行けばこうなるし、一番高いところだとこんな感じ。なので、まあ、そこまでね、シビアじゃないので、とりあえず頑丈に取り付けます。で、これを取り付けるんですが、もうここね、すでに切り替えてありますけど、ここにこう取り付けたいんですけど、ここの縦とフロントパネルを利用して取り付けようと思います。結構ね、ガチャンってこう締めるんで、しっかり固定しないといけなくて、で、こっち側はもうフロントパネルと溶接してしまいます。で、こっち側も溶接しようと思ったんですけど、よく考えたらフロントパネルとフェンダー別体にしてて、11だともうコの字で全部繋がった状態なんですけど、整備性を考えてフェンダーとフロントパネルは別体にしたいので、こっちはフロントパネル側は溶接で、ここはボルト止めで固定します。で、これで左右行こうと思ってたんですが、反対側には縦の柱がなかったので、新たに柱を作って、で、当たりゴムをつけます。こういう地味なのがね、結構時間かかるんですよね。あ、ちなみにこっち側も角パイプまでは作ってます。なので柱立てて溶接ですね。はい、今つけてみたんですけど、意外と強い。まあ微妙にほんとわずかに動くけど、フロントパネルもこう縦方向そんなすごい強度があるわけじゃないんで、繋がずにもうこっちで溶接してしまおうかな。このフェンダー側が動くな、ちょっと。一応こうアーチになってるんで強いは強いんですけど、どうなんかな、ちょっと一回閉めてみよう。ああ、そういうことか。はい、今上からギュッと押してみるとカメラで伝わるかな。ちょっとこの辺が動いてるんですけど、ここね、溶接してないんで余計弱いかも。この辺全部溶接してしまえば多分止まると思うので、この動きは。もうこれでいこうかな。それも溶接じゃなくて、もうこのままボルト止めでいきます。溶接じゃなくてボルト止めにする理由としては、今後まあもしかしたら仕様が変わるかもしれないし、エンジンルーム内に何かを取り付けたいってなった時に、あそこのステイを利用して何かをつけたりとか、まあそういうことも考えれるので、取り外しできるようにボルト止めにしておきます。ただ右側のこのベースの柱部分はもう外すことはないので溶接します。
ベースの柱部分は強度を出すために5ミリ厚のフラットバーを使ってます。これをインパクトで穴開けるのはしんどいので、仮付け剥がしてボール板で開けていきます。そのためにね、軽くしかつけてませんでした。で、穴開けて裏側にナットを溶接してきたので、また溶接して戻します。当たりゴムは22純正を買いました。まあ何でもいいんですけど、22のボンネット使ってるので一応22用を購入しました。今なら中に手が入れれるので、当たりゴムの密着具合を確認します。両方ともしっかり当たってて、で、ぐらつきもなかったので、もうこれで良しとして進めます。これは当たりゴムのブラケットと溶接しているんじゃなくて、フロントパネル自体がこう裏表の二重構造なんですけど、当たりゴムをつけるところを切り取った時にスポット部分を切り取ってしまって、表裏でベロベロにもう自由な状態なので、そこを溶接で止めています。なんか当てゴムあっさり終わりましたね。まあ、あのゴムはめ込む角パイプとかも作ってたっていうのもあるんですけど、めちゃめちゃ一瞬で終わりました。で、次どうしようかな。もうバラしてっていいかな。組んで確認するところってもうないと思うんで、塗装に向けてバラしていけるかな。まあ、ボンネットまだ溶接ありますけど、これはまあ下ろしてからでいいし、フロントパネルもちょっとこの辺溶接したいんですけど、これも外してからでいいし、フェンダーの裏か、ここのヘッドライトの裏の加工した部分だけは一応この固定した状態でやりたいので、とりあえずフロントパネルとボンネットは外します。さあ、ついに塗装に向けてですね、まだ色塗るまでは時間かかると思いますけど、ようやく作り物が終わってきました。これボンネット一人でどうやって取ったっけ。この22用のボンネットを合わせてるときは一人で散々取ったりつけたりしたんですが、もう一人でどうやって外してたか忘れるぐらい久々に取り外します。で、そしたらフロントパネルも取り外すので、ボルトをすべて外します。パイプフェンダー作ったので、もうすぐ分割払いが終わるこの本ちゃんホイールも取り外して転がし用に交換します。次にこの本ちゃんをつけるときはもうすべて塗り上がって組み上がって、さあ走るぞっていうときにつけるまで見納めです。64ジムニーの純正 LED ヘッドライトを入れるために逃がした部分を本溶接で埋めていきます。で、この顔面移植もどのぐらいの期間やってたかなって今見返したら、約2ヶ月間ぐらいやってました。はい、単純作業なんでスキップしましたが、溶接終わりました。こっち側もほぼほぼ終わりました。あとやりにくい場所はフェンダー外してからやります。溶接終わったらフロントフェンダー両方とも外して、もうボディ下ろそうかなって思ってたんですが、熱により歪み多分あんまないと思うんですけど、一応確認のためもう一回フロントパネルつけてみます。もし万が一修正が必要なら色を塗る前にやりたいので、ある程度ボルトをつけてずれてないか確認します。 OK ですね。全然狂ってないんで外します。さあ、ここからいろいろとバラしていきます。両方のフェンダーも外して、ボディも下ろします。
傷つかないように上にクッションを引いて釣り具とチェンブロで釣り上げます。ここからワイヤレスマイクのバッテリー切れで音声が一切ないんですけど、まあ特に何も喋らず黙々とボディ釣っていくので、よかったら見てください。はい、久々にボディが台の上に乗りました。一番最初はエンジンクレーンでボディ釣ってたんですけど、途中から針を強化してチェンブロで釣れるようにしました。この方が安全ですし、微調整が効くので、下ろしやすいです。はい、久々の上下バラバラスタイルです。いやー、なんかこういう大掛かりなことするとすごいやった感、達成感あります。もう何ヶ月前に乗せたんかな、顔面作るためにとりあえずボディ乗せようって乗せたのが、もう暑かったか寒かったかすら覚えてないんですけど、久々に降りました。でボディの方は何も進んでないですね。パイプフェンダーがついたぐらいで全然手つかずで顔面だけ作って降ろしました。次乗せる時はもうピカピカに塗り上がった状態で組み立てるので楽しみです。でこの上下分離でシャーシー丸出しの間にマフラー、リアピースまだちょっとつないでないのと釣りゴムつけてないので、今ならね上からも簡単に溶接できるんで、このバラバラの間にマフラーも完成させて、あとはボルトの締め付けの確認とか全部して塗り上がったやつと合体っていう感じですね。ここからまたドアの塗装の剥離とかまた地味な作業が続くんですけど、また一歩進んだ感じがしてモチベーションアップです。ちょっとパイプフェンダーとかはね、あまり変化がなさすぎて、あと左右同じものを2個作らないといけないっていうのでモチベーションちょっと下がってたんですけど、こういう大掛かりなことするとすごい達成感あるしやる気出ますね。というわけで今回は細かいところをやっていく動画でしたね。僕もどういう風な動画になるか分からずに作業始めてたんですけど、まあ一日やりきりました。次の動画で何するかはまだ考えてないんですが、続きが気になる方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それから面白かったの、参考になったなと思ったら、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。